はい、こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博史です。今日は住宅ローンを組む前に考えておくべき3つのポイントについてお話をしたいと思います。まず1つ目は、何のために誰のために家作りをするのかということですね。必ず家は所有をしなければいけないということではありません。賃貸でずっと行くということも考えられますよね。もちろん自分たちの実家のこととかもあります。なのでまずやらなければいけないのはライフプランを組むということになります。はい、そして2つ目ですね。住宅計画をしていきなり住宅展示場やモデルルームを見に行かないということが重要です。住宅展示場の営業マンやモデルハウスの営業マンはとても販売が上手です。彼らの盛り上げに乗っかっていきなり住宅ローンを組む羽目になる。そしてそこの提携ローンでなんとなく住宅ローンを組んでしまう。まあ、これはやってはいけないことになります。はい、そして最後に3つ目、まず、住宅計画が決まった場合はですね、中立公正な、立場に立ったファイナンシャルプランナーに相談するのがいいと思います。なぜ中立公正かというとですね、住宅ローンを紹介した時に実は裏でフィーをいただいていたりとか、住宅メーカーや、そういうところからフィーをいただいているというような、実際には中立ではない相談なんかもありますので、その辺は注意しておくといいでしょう。